第7章、続いて語るべきは脳についてであろう。というのは、背骨の髄が脳と連続していることが観察されるゆえに、脳は髄であり、髄の視点であると考える人たちが多いからである。しかるにそれは髄とはいわば全く反対の本性のものである。なぜなら脳は体内の諸部分の中で最も冷たいのに対して、髄はその本性上熱いからである。脳が油っぽくて脂肪質であることからそれは明らかである。それゆえに背骨の髄は脳と連続しているのである。つまり自然は一方が他方の過剰に対して均等になるために、常に反対のものを平地させるよう工夫をして、各々が過剰になることを防ぐ手段、手立てとしているのである。髄が熱いことは多くのことから明らかである。他方脳が冷たいのは触れてみても明らかであるし、さらにそれは体内の湿った部分すべての中で最も血が少ない部分であり、確かに脳の中には全く血がない。最も乾燥している。脳は余剰物でもなければ、それと連続している部分に属するものでもなく、その自然本性は独特で、そうしたものであることは理にかなっている。脳が感覚能力を備えた諸部分と全くつながっていないことは見れば明らかであり、さらに触れられても、動物の血や余剰物と同様、何らの感覚も生じないことによっても明らかである。脳が動物に備わっているのは、動物という自然物を全体として保護するためである。実際ある人たちは粗雑なやり方であるが、動物の魂を火とか、あるいは何かそれに類する力だとしている。おそらく何かその種の物体の中で、魂が構成されていると言った方が良い。その理由は熱が魂の働きに最も貢献しているからである。栄養物を摂取することと動くことは魂の動く働きであり、それらはとりわけそうした力、熱を通じて行われるからである。魂が火であると主張することは、ノコギリやキリと、大工や大工術とが互いに接近するときに仕事が成し遂げられるということから、ノコギリやキリが大工ないし大工術であると主張するのに似ている。動物が熱さを持たなければならないのは以上のことから明らかである。すべてのものが適度と中間状態に至るために反対方向への傾向性を必要としているので、中間状態は物の本質的あり方と本質規定を保つが、両極端のそれぞれは個々別々だとそれらを保てないからである。その原因ゆえに自然は自然の心臓の場所と心臓内の厚さに対して釣り合いを取るよう脳を工夫したのであり、それのために水と土に共通する本性を持つものとして、その部分が動物に備わっているのである。そしてこのことのゆえに有血動物は全て脳を持っているのであるが、それ以外の動物には、タコのように類似的な意味での脳があるとされる場合を除けば、言うなれば全く脳がない。それらは全て無血であるため、あまり厚くないからである。脳は心臓内の厚さと沸騰を程よい状態にする。そしてその部分が持つ厚さも適度なものになるよう、大血管とアオルテと呼ばれる血管のそれぞれから、脳を取り囲む膜まで血管が伸びている。それが厚さで害されないように、少数の太い血管の代わりに細い血管がびっしりと脳を取り囲み、多くの濃い血の代わりに薄くて純粋な血が流れているのである。まさにそういうわけで脳の付近が釣り合いの取れた混合状態よりも冷たい場合、体内の流れは頭に視点がある。すなわち栄養が蒸気になって血管を通って上がってくると、その余剰物はその場所を脳の力、霊のゆえに冷やされて、粘液と血清の流れを作り出す。小さいことを大きいことになぞらえてみるならば、雨の発生と同様のことが起こっていると考えなければならない。つまり蒸気が大地から蒸発して、熱によって情報の場所へと運ばれ、大地の情報の冷たい空気に入ったときに、冷却作用ゆえに再び凝縮して水となり、地上へと降り注ぐ。しかしこれらのことについては、それを述べるのが自然哲学に属している限りで、病気の諸原理の中で述べるのが適当であろう。また動物に睡眠をもたらすものは、脳を備えている動物の場合、まさにその部分であり、脳を備えていない動物の場合では、それと類似的な部分である。すなわち栄養物に由来する血の流れを脳が冷やすか、あるいは何かそれに類した原因によって、その場所を重たくし、それゆえ眠気を催した人は頭が重たくなってこっくりする。熱を血とともに下方へ寝逃す。それゆえその多くが下方の場所へと集まって睡眠を生み出し、直立する本性の動物からはまっすぐに立つ力を奪い、それ以外の動物については頭をまっすぐに保つ力を奪うのである。これらについては感覚と睡眠についての議論の中でそれ自体として述べた。さて脳が水と土の両方からなるものであることは、脳に関わる次のような事実が明らかにしている。すなわち脳は
煮沸されると乾いて硬くなり、水が暑さによって蒸発すると土質のものが残る。それはちょうど豆類やその他の実を煮込んだものと同様であって、それらは大部分が土からできているために、混合して質が出てくなる。すなわち、それらも完全に硬く土質のものになるのである。人は動物の中で体の大きさに比して最大の脳を持ち、人の中では男の方が女よりも大きい。というのは心臓と肺のあたりの部位が最も厚くて最も血が多いからである。それは人が動物の中で唯一直立しているゆえんでもある。もっと生まれた熱が優勢であると、それは成長を中心から発して、それ本来の情報への進行方向に沿って進めていくからである。そして多くの厚さに対して多くの湿り気と冷たさが対峙され、そしてその量が大きいために頭を覆う骨、ある人たちはそれをブレグマと呼んでいるが最も遅れて固まる。熱が蒸発を行うのに長い時間がかかるからである。流血の他の動物ではこのことは起こらない。そして頭のあたりに最も多くの縫合線があり、男は女より縫合線が多いのも同じ理由である。つまりその場所が風通し良くなるようにそうなっているのであって、脳が大きいとより一層大きくなる。尿が大きいとより一層多くなる。というのは、湿りすぎたり乾燥しすぎたりすると、それ自身の働きが果たせなくなり、それは血を冷やさないか、あるいは凝固させることになり、その結果病気や狂気や死を引き起こす。というのは、心臓の中の熱や資源は最も影響を受けやすく、脳の付近の血に何か変化があって、それが作用を受けたりすると、直ちにそれが感知されることになるからである。さて、動物に生来備わっている湿ったもの、ほぼ全てについて述べた。生まれた後に生じるものには、栄養分、無常物、膀胱と腸での沈殿物があり、それ以外に、それを持っているのが本性のものの場合に限られるが、宿液、乳がある。栄養物の余剰物について、どの動物にそれが備わっているのか、いかなる原因で備わっているのかを論じるのは、栄養物についての探求ないし考察に固有である。他方、精液と乳に関することは、動物の発生についての論究の中で述べる。というのは、その一方、精液は発生の資源であり、他方、乳は発生のためにあるからである。発症の同質部分について考察しなければならない。まず肉を持っている動物では肉について、それ以外の動物では肉と類似的な部分について考察しなければならない。なぜならそれは動物の資源であり体そのものであるからである。そのことは本質規定からしても明らかである。すなわち我々は動物を感覚を持っているということによって否定したのであり、まず第一に動物が持っているのは第一の感覚である。第一の感覚は触覚であり、その感覚器官がそのような部分、肉ないしそれと類比的な部分である。第一の感覚器官であるというのは、瞳が視覚の第一の感覚器官であるのと同じ意味であるか、あるいは視覚の媒体である透明なものすべてを、瞳に含めて考えるとした場合のように、それを通じて感覚されるところのもの、媒体をも含めたものであるからである。含めたものであるかである。他の感覚の場合には、後者のように考えることは本性上不可能であり、全く無益であるが、触覚能力については必然的にそうする必要がある。というのは、これだけが、ないしはとりわけこれが感覚器官の中で物体的なものだからである。他の全ての部分、ここで問題としているのは、骨、皮膚、筋、血管、さらに毛や爪の類、それに類があればその部分である。が、肉のためにあるというのは、感覚で照らして明らかである。実際、骨がある動物では、諸々の骨から構成されたもの、骨格は、本性的に硬くて柔らかいものを保護するために工夫されたものである。骨がない動物ではそれに類似的なものがあり、例えばある魚では棘骨が、またある魚では軟骨がそれに当たる。さて、動物のうちのあるものは体内にそのような補助になるものを備えており、無血動物では軟角動物のおのおののように外側にそれを備えているものがある。例えばカニや伊勢エビの類がそうである。また、角皮動物も同様であり、例えば核と呼ばれるものがそうである。それらはすべて肉質の部分が内側にあり、それを囲んで保護する。土質のものが外側にある。すなわち取り囲んで保護することに加えて、無血であるから本性上熱がわずかなので、貝殻は炭を囲うある種のパンを焼く丸蓋のように燃焼している熱を覆って保護しているのである。ウミガメやヌマガメの類についても、核皮動物とは種類が異なるが、それと同じようになっている。他方、有節動物と軟体動物の体の構造はそれらと反対であり、また両者は互いに正反対の体の構造をしている。実際両者は骨質のものを全く持っていないし、異様に値するほどの純粋に土質のものも持っていないようであって、
軟体動物はほとんど全身が肉質で柔らかく、肉質のものがそうであるように、体が簡単に壊れたりしないように、その作りが肉と筋の中間的なものになっている。というのは、それは肉のように柔らかいが、筋のように伸縮性があるからである。そして肉の裂けるのが縦方向にではなく、感情である。なぜならそのようになっていると、体の強さを保持するのに最も都合が良いからである。またそれらの動物、軟体動物には、魚の棘骨と類比的なものも備わっている。例えば、甲イカにはイカの甲と呼ばれるものが、ヤリイカには健康と呼ばれるものが備わっている。他方、タコにはそのようなものがない。それはタコの方は胴体、それは頭と呼ばれる、が小さく、それに対してイカは胴体長いからである。だから、イカが体をまっすぐに保って曲がらないようにと、自然はそうしたもの、甲や健康を付け加えたのである。それはちょうど、有血動物のうちのあるものには骨を、ものには棘骨を授けたのと同様である。他方、有血動物は軟体動物とも有血動物とも正反対なのをしている。すなわち、硬い部分と柔らかい部分とがはっきりと分かれてはおらず、体全体が硬くて、その硬さは骨よりは肉質だが、肉よりは骨質で、土質というものであってで、それらの体が簡単に切り裂かれないようになっている。第9章。もろもろの骨から構成されたもの骨格と、もろもろの血管から構成されたもの血管系とは似通っている。それらはいずれも一つのものから始まって連続しており、個々の骨は単独で存在することはなく、むしろ連続したものの一部分であるか、あるいはくっつけられ、結びつけられた部分であって、自然がそれを一つの連続したものとして活用することも、関節を曲げるために二つの分かれたものとしても活用することもできるようになっている。それと同様に、個々の血管も単独では存在せず、すべての血管は一つの血管の部分なのである。実際、もし骨がバラバラに分離していたとしたら、諸々の骨から構成されたものを骨格が目的としているその仕事を果たすことができなかったであろう。すなわち、それらが連続していなくて隙間が空いていたら、体を曲げたり、直立したりすることの原因とはならなかっただろう。さらに、トゲや針が肉の中に入り込んだ場合のように、害をなすことになろう。また、もしある血管が遊離していて、その支点、心臓まで繋がっていなかったとしたら、その中の血を保全できないだろう。というのも、支点からの厚さが血の凝固するのを防ぎ、血管から分離した血は明らかに腐敗するからである。血管の支点は心臓であり、他方、骨の支点は骨のあるどの動物でも、背骨と呼ばれるものであり、それ以外の、もろもろの骨から構成されたものはそれと繋がっている。動物の体が長くてまっすぐなのを維持している骨が背骨である。動物が体を動かすときには体を曲げなければならないので、背骨はその連続性ゆえに一つでありながら、椎骨に分割されているという点で多くの部分からなる。四肢が背骨から伸びていて、背骨と連続している動物では、骨が相互に合わさるようにできており、四肢は曲がるという点で、骨は筋によってつなぎ合わされ、関節部でつながった骨のその両端は相互にうまく合わさるものになっている。すなわち、一方がへこんで、他方が丸く出っ張っているか、あるいは二、両方ともへこんでいて、曲げ伸ばしができるように、その間で留め釘のような虚骨を取り囲んでいる。なぜなら他の仕方では、そのような動きを作り出すことが全くできないか、あるいはうまくできないからである。しかし、三、四肢の骨のあるものは、一方の支点が他方の終点と同じ形をしていて、筋によってつながれている。そしてその関節の間には軟骨質の部分があり、詰め物のような役割を果たしてお互いが擦れ合わないようになっている。骨の周りを肉が取り囲むようについていて、細い繊維質の靭帯で骨とつながれており、肉のために骨の類は存在する。というのは粘土やその他の湿った構成物から動物の像を作る人たちは、何か硬い物体を芯に据えてその上でそれに肉付けをして像を作るが、それと同じやり方で自然は肉から動物を作り上げたのである。骨は他の肉質の部分にとってその基礎であり、関節が曲がって動く部分にとっては、骨はそのことのためにあり、動かない部分の肉にとっては骨は防護のためにある。例えば、胸部を取り囲んでいる除骨は心臓付近の内臓を保護するためにある。それに対して胃腸の周辺部分には全く骨がない。それは動物が栄養物を取ることで必然的に膨張が生じるし、メスの場合には体内で胎児が成長するので、そうしたことが妨げられないためである。さて、外形的に体制で体内に体制する動物も備わっている骨の力と大きさはほぼ同じである。そのような動物はすべて体の比率と体制でない動物よりも骨がはるかに大きい。すなわち、いくつかの場所では体制動物の多くが大きい。例えば、ギュビエや暑くて乾燥している地域においてはそうである。
大きな動物はより強く、より大きく、より硬い支えを必要としており、その中でも力で他を制圧する動物ほどこれが必要である。それゆえ、オス骨はメスの骨よりも硬く、肉食動物の骨はより硬い。というのは肉食動物にとって食物は戦いを通じて得られるものだから。ライオンの骨がそうであるように。というのはそれらの動物の骨は本性上硬く、そのためそれらが打ち合わされると、石を打ち合わせたように火花が出ることである。またイルカは極端なく骨を持っている。耐性だからである。流血だが耐性でない動物については、その作りが前日のものと少し違っている。例えば鳥には骨があるが、耐性動物に比べてより弱い。他方魚で卵性のものには棘骨があり、蛇もその骨格は棘骨状である。ただし非常に大きい別の蛇の場合は別である。それでは、耐性の動物の場合と同じ理由で、強さのためにより強い骨格を必要としている。軟骨魚と呼ばれるものは、その本性が軟骨質の棘骨の動物である。そのわけはより柔軟に動けることが必須で、そのため支えとなるものも脆くなくて、比較的柔らかくなければならない上に、自然はその皮膚全体に土質のものを使っているからである。つまり、自然は同じ超過分を多くの部位に同時に配分することができなかったのである。耐性動物でも、硬い部分がそれを取り囲んでいる肉のゆえに柔らかくて、免疫質である方が都合の良い場合には、その骨の多くは軟骨質である。例えば耳や鼻が備っている。突き出た部分では脆いものはすぐに砕けるからで、軟骨と骨の本性は同じであり、より多い、より少ないという点での差異がある。それゆえどちらも体から切り取られると成長しない。さて、陸生動物の軟骨には他から分離されたのは随はない。というのは、分離されている髄が全体に混合していて、軟骨という構造体を柔らかくベトついたものにしているからである。軟骨魚では背骨は軟骨質だが、髄がある。それらの動物ではそうした部分が骨の代わりに備わっているからである。爪、探偵、想定、角、鳥のくちばしのような部分は、触った感じでは骨に近い。それらの部分は全て補助のために動物に備わっている。それらから構成され、部分と同じ名称で呼ばれる全体。例えば、ひづめ全体。角全体のような部分は、それぞれの動物にとって保全に役立つようにできている。諸々の歯から構成されたものもその類に含まれ、ある動物の場合には、栄養物摂取という一つの役割のために備わっているが、別の動物の場合によって、例えば強さのためにも備わっている。例えば、挙手状の歯を持つ動物や牙のある動物が全てそうである。それらの歯は全て必然的に土質で硬い本性のものでなきゃならない。というのは、それが武器に備わるべき力だからである。まさにそれゆえそうした部分がすべて耐性の地足動物に必要備わっているのである。それらはすべてその構造が人の類より土質であるためである。しかしそれらの部分やそれに関連する部分、例えば皮膚、脳、膜、毛、羽、それらに類似する部分、そしてそれに類するものがあればそれらについても、その原因、つまりその各々が何のために動物に備わっているのかを、後で非同質部分と一緒に考察しなければならない。なぜならそれらについては非同質部分と同様にその働きに基づいて知ることが必須であろうからである。しかしそれらはその部分が全体と同じ名称で呼ばれるので、同質部分の中に組み入れられたのである。そしてこれらすべての資源が骨と肉である。さらに生殖液と乳については湿った同質部分についての考察では論じ残した。というのはそれらについての考察は発生に関する議論でなされるのがふさわしいからである。なぜならそれらのうち前者、生殖液は発生してくれるものの資源であり、後者、乳はその栄養物だからである。